皆さんこんにちは、柴崎です。もうすっかり、秋になってきました。今日は柴崎のオリジナル料理の第2弾ということで、日本のハーブを使ったクッキングをご紹介します。どうなるかとかね、楽しみに見てください。今日使うねハーブは、シソというものですね。これは日本独特のものだと聞いたことあります。これが、青じそですね。もう随分大きくなってお花も咲いてます。こっちが赤じそです。赤じそはこの今日はこの種のところを使って、作ってみたいと思います。ここら鎌で硬い。収穫してきました。これが青じそですね。こんなに大きいんですよ。こっちが赤じそです。すごいでしょ。もう雑草みたいですね。ではまずこの青じそ。青じそはさっき言ったように葉っぱだけ使います。この青じそもこう花も咲いてるんですね。これからもちろんみんなあるんですけど、こういうあの花の部分も、ね、結構美味しいんですね。もう一つこれ赤じそですね。赤じそは今度はここの、実というか種というかこの部分を使います。なのでここをですねこうしごき取るようにして収穫します。外国の方ってこのシソを食べるのかな。どうなるでしょうか。あなたの国ではこのシソというのはありますか。こんな質問です。よかったら答えてくださいね。はい、だいぶたくさん取れてきました。もう結構根気のいる仕事ですね。このシソの実の、使ったね、なんていうか食べ物って、ね、スーパーなんかスーパーマーケットなんか行っても売ってるんですけども、やっぱりなんていうかな、まあね、自分の畑っていうか、まあ、そこに自然に生えてきたものだと全く農薬も使ってませんし、そういう点で、まあ、自分で自分の食べ物を責任持ってなんか口の中に入れられるっていうそういう安心感がありますね。はい、結構頑張って、まあ、たくさん取りました。ではこれを使ってね今からちょっとクッキングします。これが青じそ、そしてこっちが赤じその種ですね。これ用意しましたので今から、まあ、お湯が沸いてますのでこれを使ってここにざっとかけます。わ、シソのいい香りが立ち上ります。軽くまぶります。そうしたら片手の作業だから大変やりにくいんですけど、これをここに移します。よいしょ。はい、移して水切りを済みましたのでまたこっちに移し替えます。はい、こうですね。でここに、塩を振ります。両方ですね。じゃちょっと待ってくださいね。はい、で今回使う、このシソ以外のですね、すりごま、これは今白い汁ごまですけども黒いごまでも大丈夫ですね。そしてお醤油と一味唐辛子、味の素です。ではまず、瓶にこのシソの実をまず詰めます。ちょっとやりますね。待っててください。はい、では
つまみですね。これをこの瓶の中に移します。もうただそれだけですね。柴崎の作るものだからね、とっても簡単なもんなんですね。しその実をただ瓶に入れるという、ただそれだけという、これは料理と言えるのかどうか分かりません。せっかく取ったのか、綺麗でしょうか。綺麗に入れて、下まできちんと入れます。入れました。で、この中に、ただね、お醤油を入れるだけです。もうバカバカしいくらい簡単なもんでしょ。お醤油です。ここに継ぎ出します。結構たっぷり入れるといいですね。これがね、ご飯食べるってね、何かちょっと欲しいなと思う時の箸休めになるんですね。箸休めってこういう考え方、日本の他にもあるのかな。少し味を深くするために味の素も少し入れましょうか。ちょっと入れて、そしてこれをお箸でかき混ぜる。これそうだな、2日ぐらいでもう食べやすくなりますね。今もうかき混ぜていてもね、しそのいい香りがします。これです、これを使います。すごくしそのいい匂いしますね。まずちょっとギュッと絞ります。映ってるかな、大丈夫そう。さっき塩をしましたのでアクが出ますので、このアクを絞り取ってしまいます。あんなにいっぱい収穫したのにちょっぴりになっちゃいました。はい、これを刻みます。これはすごいいい音しますね。なんか普通の野菜にはない、本当に自然という、野生というね、そうワイルドな感じがこの音から伝わってくるでしょ。はい、 OK です。いや、見えるかな、こっち、こっちだ。はい、刻みましたからね。で、これをば容器に移します。ただ入れるだけですね。ここにすりごまをですね、入れます。まず開封してこの辺で大丈夫、すりごま入れて、そうしたらこれを入れてみんな入れちゃいましょうね。またすりごま入れます。多分栄養的にも非常に栄養価が高いものかと思います。すりごま入れたら味の素を少々入れて、そして一味唐辛子を入れます。辛いのが好きな人はたっぷりと、嫌な人は少なめに、どうしようかな、こんなもんかな。お醤油ですね、お醤油をたっぷり入れます。このくらいかな、結構いっぱい入ったでしょ。あんまり食辛いもの食べると心臓には良くないらしいんだけども、でもこれ箸休めだから少しか食べないからね。かき混ぜます。どうでしょうか、もう味が想像できますか。本当はもうこの段階ですぐ食べられるんですけどね、もうちょっとお醤油があった方がいいかな。やっぱりしっとりするぐらいが美味しいですね。要するに今日は、青じそと赤じその片方は葉っぱ、片方は実を使っての、醤油漬けなんですね。さあ美味しそうだ、味見をしてみたいと思います。はい、皆さんあれからねもう3日経ちましたので、しそもね美味しく、美味しくね使ったと思います。これですね、これが赤じその実でした。そして青じその
葉っぱですね、ごまとつけたものです。ちょっとお互いに両方とも真っ黒けでよくわからないでしょ。だから今からね、小さいお皿に、取り分けて見てみますね。はい、ね、今小さいお皿に取り分けました。これこの方がわかりやすい。これが、青じそのですね。こっちは赤じその実です。僕のうちの自慢の今年の秋取れた、要するに新米というやつですね。日本人はなんだかこの新しく取れたばっかりの新米っていうのをとてもありがたがるんですね。では、こっちの、シソの青じその葉っぱの方ですね、これを乗っけて、これはもうこうしてご飯の上に乗っけるようにして食べるんですね。じゃあ皆さんの代わりに僕がいただきます。うん、これはね、本当に食べたことを食べた人しかわからない。シソの葉っぱとごまのね、この香りがミックスしてね、本当にこうわーっと口の中にいっぱいになります。そしてこのちょっとしょっぱくなったときにまた白いご飯をいただくと、うん、これですね。なかなかこれね、いいですよ。僕はね、こんな自信満々っていうのは、実は僕はこいつをね、いつもこの秋になるとね、これをチャンスを逃さず、作ってるんですね。だからもう、まあ、クッキングというかどうか分かんないけど、これには結構自信があります。で、もう一つ、青じそ実ですね。これもご飯にのっけて、こいつはちょっとね、こうご飯とミックスする、こうして食べると美味しいんですよ。これがね、うん、聞いてもらえるかな。このパリパリです、パリパリとしたね、シソの実がこう歯の間でこう潰されて踊る感じ、この音とこの噛んだ時のパッとこう広がる、これ多分シソの油かな、このね、雰囲気がとてもいいんですね。歯ごたえと香りです。で、これね、僕これ実を収穫するときにちょっとブツブツ言ったかわかんないけど、どうなんだろう、これ日本だけのなんかハーブみたいなねことを聞いたんだけども、海外にもねあるんでしょうかね。私の国ではこれそれを食べてますよとかね、料理に使ってますっていう方がもしおられたら、ぜひコメントくださいね。僕と喜びを共有したいですね。とにかくね、なかなかの味なんですよ。もしね、手近に手に入る方がいたら、とても簡単だから作って食べてみてください。もう秋の新米にぴったりです。はい、まあ、うん、今日はね、そういう、青じその葉っぱと赤じその実、これを使ったね、簡単な、クッキングのお話でした。まあ、もしよかったらお気に入りと、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、どうもご視聴くださってありがとうございました。それではまた。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。